はい、今夜明日のスケジュールを確認し、今後の相場想定しつつ、明日買って明後日儲かる銘柄を勝手に予想する静かですけど、明日はこれを買えです。今晩の予定見てみましょう。もうすでにちょっとこの時間小売売上高発表になってますが、小売売上高前月比プラス 0.1% ですね。ということで予想よりも低い数字が出ました。これを受けて、あとニュークレンギン製造業ニューヨーク連銀景気指数、製造業景況指数ですよね。21.1 ということで、こちら予想よりも良いという形になっております。どうでしょうね、為替を見るといいんでしょうが、10分足しか出ない、あんまり反応なしですかね。多少円安へということで、4.21、30分、ここか、まあ、やや円安方向へですかね、はい、ですが、あまり大きな動きはなかったが、まあ、一応ここまでの中で18時、6時のところで為替円高方向の動きは一旦ストップしてますが、この後どうなるでしょうかというところです。で戻りまして、であと企業在庫23時に出ます。あとアメリカ決算発表、プロロジスが発表になります。国内決算発表、見ていきましょう。TKP サイバーステップベクトル、サイバーステップを柱に、まあ今年の推奨なんでベクトルをということでしたが、 TKP から見ていきましょう。 TKP ちょっと数字良くなかったというところで、あ、そうなんだって意外な感じもありましたが、 TKP 下方修正出ております。下方修正のお知らせのリリースを出しますが、結構なもうマイナス幅になります。結局 37% 減益ですかね、純利益のところで通期、まあ、こちら上、今ご覧いただいているのが第2クォーターの着地の数字で、これが非常に良くなかった。純利益が 55.6%、違うか、予想か、これも8月31日の予想だから、あれまだ予想値の修正ってことなんですか。今回修正予想 B、 これは予想じゃなくて実績値でよくないですか。第2クォーターの業績予想値と実績値の際、よくわかんないな。こっちの方がいいですね。今期通期の、修正予想ですね。です、結局 38.7% の減益になるよってことですね。増減率が 38.7% 下に落とすよと。で、8億2000万円、下方修正という形になりました。理由、好調に推移しておりますが、当社が資本業務提携目的で保有する大塚株等の株式について時価との差額を認識し、投資有価証券評価損ですね、特損が出ました、減損ですね、経常利益までの段階利益は当初予想を上回ったものの、純利益別でだから大塚家具のせいだということですね。もうしょうがないですね、これはもう分かったことだからと。 TKP と組んだところでまだそんなにすぐに、効果が現れてこないしっていうことですんで、まあこうなることは分かってたでしょって話ですよね。なので、乗ってんだったら期待しようって思った方はもうちょっと、長期で見てあげなきゃいけないところですね。だから、こんなぐらいでごたごた言ってちゃダメなんだということだと思いますので、しばらくお待ちください。本命はサイバーステップですが、やばい。ということで、サイバーステップ第1クォーター、経営赤字拡大で着地となっております。あんまりいい、あれが出なかったんですかね。新作が。
赤字幅拡大です。第1クォーター、前期が1500万円、営業利益1500万円の赤字でしたが、今期9200万円の赤字、経常でも9900万円の赤字、純利益で1億1000万円の赤字となりました。内容を見ていきましょう。あ、ないや、あった。オンラインゲーム市場によっては引き続きユーザー数が伸びているもの、提供タイトルが増加しており、ユーザーの獲得競争が続いていると。なかなか競争が厳しいねということで、クレーンゲームアプリトレバの筐体の増大を進め、売上高増収となりました。利益面については、あんまりちゃんと書いてくれないですね。まあ、競争が厳しいと、それぐらいのことであるそうであります。そうですか。まあ、着地で期待するっていうところですんでね。まあ、第1クォーターのところではこんなもんだったりします。後半に向けてプラスになってくるような銘柄ですので、まあ、待ちましょうっていうことですが、赤字拡大はちょっときついですかね。まあ、株価にそれが現れてるっちゃ現れてるのかもしれないですけど。3810、こんな感じですんで、半年ずいぶん下がってきてます。まあ半年前ぐらい良かったですからね、こんな位置どころでありますんで、というところ。そして、ベクトル、ここがやっぱり頑張ってくれないといけないですね。ちょっと最近難聴ですけど、株価的にはよいしょ。ベクトル出ました。上期経常年 40% 増益で着地、6月から8月期の3ヶ月で見ても 59% 増益、この3ヶ月非常に良かったっていうところですね。業績予想と実績の差異結構出ているということで、それに関するリリースも出ております。ベクトル、すみません、今出しているサイバーステップのチャートですが、ちょっとですね、ベクトルはこんな位置どころですよと。で、ちょっと今調整を始めたところですけど、これ違う。こっち。はい、これですね。顧客のマーケティング戦略を総合的にサポートするファーストカンパニーとして、と。で、一方 PR 事業のうち、ウェブメディアを含むコンテンツマーケティング分野の事業について、検索エンジンの表示順位変更等の、そうですね、Google のね、検索の仕組みが結構変わってるようでありますんで、ウェブメディアの広告収入を想定を下回った。あと、株式会社ビタブリッドジャパンが手掛けるダイレクトマーケティング事業において、基礎に重点的に広告投入費を投入したことが影響し、営業利益については予想値を下回った。営業利益が、そうなんですね、予想よりも悪かったんですが、でもそれぐらいしか書いてくれてない。だそうです。経常ね、あと純利益ベースでは、予想よりも良かったという数字になってますんで、まあ、これをどう捉えるかですね。ここ、まあ、本業のところがいまいちだったっていうのは、ここはちょっと気になるところではあります。広告投入費を基礎に重点的に投入したっていうのは別にいいんですけど、ちょっとどう捉えられるかなというところが気になるところであります。一応、決算短信も見てみましょうかね。去年の方が利益の増益率は高かったっていうところなんで、それを物足りないと言われてしまえばそうかもしれないですけどね。PR 事業は、まあ、先ほどの話ですね、検索エンジンの表示順位変更があって、広告収入が想定を下回ったっていうのはあったと。ただ戦略 PR 中心に堅調だと、全体的にはこの事業として堅調。あと PR タイムズの部分ですね。PR タイムズ決算発表してから急落しましたが、売上中は増えてるし、営業利益も順調に増えてるのは増えてるんだと。あとビデオリリース、こちらも
大きな成長を達成しました。あとダイレクトマーケティングは黒字化を達成だそうですんで、営業利益ちょっと減益になってますけどね、ちょっと気になるところですが、まあ前期が第1クォーターが悪かったですよね。なので第2クォーターで、ね、結構挽回してきてるぞというところでしょう。全体的な内容としてはそんなに悪くないんじゃないかと思うんですが、どうでしょうかね、どう判断されるか。まあなかなか期待の高い企業ですので、これもまた出尽くしとか言われちゃったら悲しいですね。明日見てみましょう。明日の予定、お昼過ぎ、首都圏新規マンション販売の、統計出ます。あと、訪日外国人客数、前回257万8000人でしたが、どうでしょうかということで、9月。伸び率は確かに鈍化してるんだけれども、どれぐらい鈍化してるかっていうところでしょうかね。あと、CTEC いろいろ話出てます。シャープの記事とかいろいろ出てましたけど、あんまり株価に反応してなかったですかね。お時間ある方は行かれて、まあ行けるんですよね、多分ね。はい。で、あと海外指標いろいろ出てきます。中国生産者物価指数、消費者物価指数 CPI 出ます。予想値 2.5% のプラス。あとドイツの ZEW 景況感指数発表18時ですね。予想値はマイナス 10.8。あと鉱工業生産アメリカのもの 0.2% プラスの予想。あと設備稼働率、住宅市場指数発表です。アメリカ金融の決算発表が本格化。モルガン・スタンレー。ブラックロックですね。あとラムリサーチとかね、半導体関連、あとジョンソン&ジョンソン、このあたりの視力は結構出てきますので注目。国内決算表ブロンコビリしかないので一応パス。訪日外国人客数がありますんで、でまたどうですかね、前回は数字伸び率鈍化と言いながらその翌日、インバウンド関連見直し買いみたいなのがあったりしましたが、ちょっとなんとも言いづらいなっていう感じなんですよね。ちょっとどう判断しますかっていうところ、あんまり勝負したくないなっていうのはよくわかんないですよね、正直ね、みたいなところかなと思ってます。ただジョンソン&ジョンソンとかありますんで、この辺絡めて顔とかその辺の生活必需品、トイレタリー関連、ライオンとかでもいいですけど、その辺の方がいいかなっていう、まあ、連れ高する可能性もあるかなと、個人的にはちょっと思ったりします。本当はラムリサーチから半導体製造装置関連とかも行きたいんですが、ちょっとやっぱ怖いですよね。まあ、ここの内容を見て、動きたい。もう実際、計算数字見てから動いても全然悪くないんじゃないかと思うんで、まあ、ここを見て判断したいところですね。という、ところであります。では、明日の個別材料を見てみましょう。さて、ざっと行きましょう。ジェスコですね。ジェスコから。本決算ですね。終わった期、18年8月期の業績アップやりました。営業利益で、1億6200万円、前期比 40.9% 減益となりました。ジェスコホールディングスです。ちょっと売られそうなところですかね。で、一応ここいろいろ、なんでしょうね、重要なところだと思うんですが、東エレデバイス、東京エレクトロンデバイス、業績予想の情報修正出ております。上期の営業利益の情報修正、営業利益予想10億円としていたもの、13億6000万円、半導体商社ですからね。まあ、結構動いてるぞってことなんでしょう。半導体関連の部品とか云々が、前年同期 1.7% 増と見込んでいたものが 38.3% 増に、修正という形ですので、やっぱり、まあ、言われてるよりは実際いいんじゃないかっていうことかもしれないですね。続いて吉村フードホールディングス、今期の業績予想の修正です。19年2月期営業利益予想5億5500万円と見込んでいたものを3億2900万円に下方修正。ついにこの辺もちょっと、成長性が鈍化してきたというところでしょうか。前期比 12.3% 増と見込んでおりましたが 33.3% 減益に修正となりました。そして、まだお持ちの方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。北の達人コーポレーション、上期の業績発表でした。営業利益9億5300万円、前年同期比で 146.9% 増。結
構まだまだいけるんですね、北の達人は。はあ、そうですね。マース、業績予想、上期の業績予想の修正です。営業利益予想19億3000万円としていたものを22億1000万円に上方修正、前年同期で 46.8% 増と見込んでいたものを 68% 増に、修正いたします。マースグループでした。続いて RPA、 もう株価高いですからね、株式分割発表です。11月30日付で1対5の株式分割発表です。これで皆さん買いやすくなるですかね。3000円しないぐらい、2500円とかそれぐらい、2700円とかそれぐらいに、なりますので、まあ、だいぶ買いやすくなるかなというところですね。日置電機、第3クォーターの業績発表でした。営業利益25億8400万円、前年同期で 33% 増です。続いて、アンドファクトリー、18年8月期本決算、営業利益で3億6500万円、前年同期比 63.2% 増となっております。上場したてですが、まあ、なかなか好調な決算発表ですね。CS ランバー、第3クォーターの業績発表でした。営業利益1億6700万円、前年同期で 48.5% 減となっております。ちょっと厳しいですね、 CS ランバー。そしてちょっと気になっていた中本パックス、上期の業績発表でした。営業利益8億8900万円、前年同期で 24.8% 増となっております。堅調ですね。続いてサマンサタバサ、業績予想の上方修正です。19年2月期の営業利益予想3億800万円と見込んでおりましたが、6億300万円に上方修正。前期が16億5300万円の赤字でしたんで、まあ、だいぶ回復したなというところですね。サマンサタバサでした。続いて NTT 投資開発、NTT の子会社による TOB がされるということで、 TOB 価格1株1680円となります。お持ちの方、これはあれですかね、完全子会社化ですかね。意思表明および応募推奨のお知らせということで、完全子会社化するんですね、きっとね。そうですね、完全子会社化するということですんで、皆さんお申し込みください。あとはポエック、ポエック18年8月期の営業利益、18年8月期の業績発表ありました。営業利益1億9700万円、前期比 52.4% 増だそうです。あとは、不調の外食の中で、ちょっと光るジョリーパスタ。19年3月期の業績予想の修正です。営業利益予想10億8100万円と見ておりましたが、14億7000万円に上方修正、前期比 12.6% 増益と見込んでおりましたが、53.1% 増益に修正です。調子いいですね、ジョリーパスタ。パスタがやっぱり食べたいという人が多いのかな、なのか。わかりませんけど。あんまり近くにないんでわかんないですよね。一時期ちょっとよく言ってたりもしましたが、続いてココス、こちらも、ファミレスですね。19年3月期の業績予想の修正です。こちらは下方修正です。営業利益予想を19億3200万円と見込んでおりましたが、11億7900万円に下方修正、前期比 32.5% 増と見込んでいたんですが、19.1% 減益と修正しております。最後、ベルーナ。月次売上高発表です。9月度の売上高、前年同月比 5.3% 減でした。8月が 18.1% 増でしたんで、ちょっと9月に入って悪くなったなっていう印象、まあ、ガクンと売られてしまうかもしれないなっていうところでしょうかね。ちょっときついですかね。というところでした。では、
ちょうどこの時間でニューヨークダウがスタートしましたので、そちらを見てみましょう。ニューヨークダウ、5ドル、じゃあもうなんか動く、10、8ドル安ぐらいです。まあ小幅安でスタートですね。CME もうちょっと安い水準で推移したりもしたのでどうかなと思ってたんですが、意外としっかりして始まってます。まだ全然わかんないですけどね。ニューヨークも、ごちゃごちゃ動きますんで、ナスダックまだか、というところです。為替が今111円80銭台、80銭そこそこのところですんで、為替多少戻したかなと、60銭とかでしたんでね、夕方過ぎ多少戻してきたかなというところ。あ、ダウちょっと下げてきました。こんなことを話してる間に30ドル安ぐらいになってきてますんで、まあ、動き始めたなっていうところですかね。ナスダックが、今12ポイント安 0.17% の下落です。見えませんが、数字出ませんが。で、SP500 が、これ昨日の数字ですんで、今 5.15 ポイント安ですね。0.2% の下落となってます。そんなところですかね。ちょっとニューヨークダウ下げ幅広げてきておりますので、ただ、またプラスになってもおかしくないかなと思ってますけど、どうでしょうね。為替の報告書、為替報告書が、まあ、今日ぼちぼち出てくるのか、今週出てくるんですけど、今日出てきてもおかしくないんですよね。その辺とか、あとそのサウジの問題が進展があるのかどうかとか、を含めて、貿易戦争、貿易摩擦云々で今日急激に動くってことはあんまりないんじゃないかと思うんで、何か別にね、もう分かっていることなんで、これはそれはそれとして対処していかなきゃいけないというところだと思いますんでね。で、あと、ピヨピヨさんからコメントをいただいておりました。あんまり私が何でも知ってるわけじゃないんで、お答えできることじゃないんですが、お疲れ様ですよ。やっぱり暴落は心臓に悪いですねって。本当そうなんですよね。もう見るの嫌になっちゃいますよね。本当にね。FRB が原因でダウが下がったとは思えないのですが、本当の理由を教えてください。いろんなことがちょうど重なったなっていう印象なんですよね。金利が上がってきて、やっぱり 3.2% 台に入ったらちょっとやばいんじゃないかと個人的には思ってたんですけど、意外と 3.2% になって数日経ちましたもんね。で、じゃあいつ来るんだ、いつ来るんだっていうのをちょっとおっかなびっくりみんなが見てる中で、今 3.16 ですかねっていうところなんですけど、そんなのがありつつで、やっぱりナスダックから始まった印象だったんですよね。そのこの辺の下落っていうのが、これ10月4日あたりからスタートして、ね、ナスダックが先行して崩れ始めたような印象なんですよ。ダウとかは別にそこまででもないかなっていうところだと思うん で、国内も別に4日ぐらいまではまあ普通の調整かなぐらいだっただと思うんですけど、やっぱアメリカハイテクの崩れ方が早かった。まあ、それは当然バリエーションの修正はあるよねって、変わりすぎですからどう考えたって、それは修正入るよねっていうところもまあ相まったんでしょうし、でその辺のスパイ疑惑とかいろいろあったりとか、その情報漏洩云々の問題とかが出てきたりとかっていうところも当然あったんで、なんかそれがまとめてきたなっていうところだったですよね。で、また来るんでしょ、また来るんでしょって思いながらの、また今年の前半みたいなやつ来るんでしょ。で、一回来てしまうとやっぱり一気にダダダッと、利益出てるところ、ね、投資家も多いでしょうから、売りが出てしまうっていう、そんなところだということなんですけどね。あと今日はあれですね、ドイツの選挙、与党が負けてるっていうのもあるんですが、意外としっかりしてますね。もうちょっと、あれな、今日崩れてるのかなと思ったらそうでもないんですね。0.36% のプラスということで、意外としっかりしてました。まあ、ここまで結構調整入れてきてるところなんで、ヨーロッパがやっぱりちょっと軟調ですよね。まあ、ちょっとざっくりですけど、こんな感じ。あと、
FT、イギリス FT もやっぱちょっとここのところ、この1週間の下げ方、結構きついなっていう感じですので、こう、アメリカ、中国とか言ってる間に、ヨーロッパからまた何か火種が出てくるんじゃないかっていうのも、引き続き気をつけなきゃいけない感じではありますんでね。なんかそれがいっぺんに出てきちゃうと嫌だなぁという感じ です。だちょっと引き続き警戒していきましょうね。もう一段ありますんで、と思ってますんで。だ一応ちょうどこのやっぱこの雲でしっかり止まりますね。ギリギリね、今日も。この雲の加減で止まりますんで。雲の加減の値が今日は22,240円ぐらい。これで出るかな。高スパ、先行スパの247円56銭が、加減ですんで、一応そこでストップ、とどまりきれるか、まあ明日に関してもそうですけど、止まりきれるかというところかなと思います。で、逆に上限が22,592円。上行くとすると、その辺、まあ500円っていう、まあ当然心理的節目があって、その後592円ということですかね、ここの。で、あと、200日もあるのか。200日が22,504円だから、その辺ですね。22,500円が上値目処。下に22,000、一番近いところの下値目処が22,247ですね。ただ先物今日22,040円。22,000飛び40円とかまでつけてますんで、22,000割れ、もうちょっと覚悟しなきゃいけないかもしれない。先物で言うともうちょっと雲割れちゃいましたんでね。22,200円か、今。あ、200円なのか。22,030円までありましたんで。見えないですね。22,030円まであったんです。はい。というところですんで、ここですね。これ。5分足です、これ。ちょっと22,000割れも覚悟しておかなきゃいけない。です。というところですね。ここの安値、ここら辺の安値、ちょっと、21,850円あたりまでの戻しがあるかも。まあ、割れたら買いに行きたいですけどね。これはね、もう一段来たらっていうところかなと思っております。はい、というところで、以上、静かですけど、明日はこれを買えでした。